ダミアン・ライスダミアン・ライスはアイルランドのフォークシンガー。ダブリンの郊外で生まれ、キルデア県のセルブリッジで育った。ジュニッパーというロックバンドを結成、ボーカルとソングライティングを担当していた。ジュニッパーは1997年にポリグラム、レコードとの契約を得るが、ライスはシングル2作のリリース後に合体1999年、トスカーナに移住し、 ヨーロッパ中をアコースティックギターを演奏して歌いながらストリートパフォーマンスをして回った。一年後にダブリンに戻った彼は借りられるだけのお金を借りてデモを記録。病区などのプロデューサーで映画作曲家のデビッド・アーノルドにそのデモを送った。デモを気に入ったアーノルドはロンドンでザ・ブロア・エス・ドーターをレコーディングするよう提案したがライスは 自宅でのレコーディングにこだわったため、ライスの移動式スタジオの設置を援助した。そして、ライスは8トラックレコーダーでデビューアルバム、O を完成させ、2002年2月にリリース。このアルバムはアイルランドのアルバムチャートで2位となり、後にイギリス、アメリカなどの国でもチャート入りした。その後、トーリー・エイモスのアルバム、 ビーキーパー収録曲、The Power of Orange Nickers をエーモスとデュエットした。2008年に、レナード公演のダブリン公演でオープニングアクトを務めるが、それ以後ライブ活動を停止する。2011年、旧市の企画による U2 のトリビュートアルバム、o ク・ト Toongbay, バ y c a b b a に1のカバーを提供した。2014年には、ライブ活動を再開し、 同年に8年ぶりのアルバムマイフェイバリットフェイデットファンタジーをリリースした。フジロックフェスティバル07に出演のため初来日する予定だったが、急病理由にキャンセルした。突然の発表だったため、開催場で知ったファンも多かった。反捕鯨派であることが知られている。フジロックフェスティバル07の出演をキャンセルした際、パンフレットに ダミアン直筆のドンとキルマイブラザーシスターというメッセージがクジラのイラストと共に掲載された。ありがとうございます。